最高に楽しかった、やったありがとうございます。その言葉が聞けただけでもうれぴです。ふう、夕飯早かったからちょっとだけお腹空きましたな。まあでも今日はね、この後準備して寝ます。お疲れ様ってみんなありがとう。ちょっとね今日画面が暗いんですよ、ごめんなさいね。かゆ、普段とさちょっと撮ってる場所が違うからなのかもしれない。劇団四季さんがやっている劇場の前でお話し会やりましたね。やっててない。私あの劇団四季さんはあの小学生の頃に松山市民会館でなんか行われたのを見に行ったんですよ。なんか出張公演とかだったのかな。ガンバの大冒険だった。そう、うん、確かガンバの大冒険だった。お話し会楽しかったですよ。ありがとうございました。初めて聞きました。そうなの、ガンバの大冒険ね。嘘、初めて聞いたっていう方がちょっといますね。ガンバの大冒険、そうか。まあ私もガンバの大冒険、その劇団四季さんの見るまでね名前知らなかったから、そうもしかしたらね、確かに知らないっていう方は多いかもしれないね。なんかそういえばみんながね今年最後とか言ってたから、そういえば確かに今年最後だな、あの私もお話し会今年最後じゃんって思って、それをね終わった後に気づいた。劇団四季さんじゃなかったかもしれない、ガンバの大冒険。それだとだいぶ問題。いや、やっぱ出てるわ、ガンバの大冒険。よかった。リップ変えた？うん、リップね、ちょっと普段あんま使わないやつにしました。よかったよかった。ガンバの、よかった。ガンバの大冒険、ありました、ちゃんと。ごめん、あの充電が 20% になってた、ごめんなさい。うん、これだ、多分これとかかな、確か。だったかな、確か。でやったんですよ、で見たんですよ、ガンバの大冒険。いつだったか忘れたんだけど、私が何歳の時だっけな、それも忘れちゃったよ。うん、でもあった、よかった。あ、これかな、松山市民会館心の劇場、劇団四季ミュージカルガンバの大冒険。でも 何年の話なのかが分からんかった。何年のやつだこれ、分かりませんね。次のお話から2月だって。そう、再販始まりましたよね。そう、ぜひね皆さんお話ししよう。
特にジョン・マイ・ラブのお話したい方ぜひ、特にっていうかね、なんでかっていうと、見た方はネタバレ気にせずお話ができるからです。そう、今日もねちょっと話しました、ファンの方とね。そう、やっぱネタバレを気にせず見た方とね共有できるっていうのがいいなと思うので。もちろんね、見てない方も大歓迎でございます。あ、こんばんは。お話し会ありがとうございました。動画にもね、皆さんお話し会ね、参加してくださった方ありがとうございます。そうね、配信があったらね、ほんとなかなか見に行けないよっていう方もね、見ていただけると思うんですよ。まあ、ないことはないと思う。あってほしいと思ってます。ハングリー君推しってなんやねん。ねえ、なんでそっち推しになっちゃってるのよ。私推しはどうした？あ、まあ、私推しなのは大前提で。あえて書く必要もないだろうっていうことなんかな？っていう解釈をしとくわ。そう。まあ、ショールーム配信はないですね。普通に、何だったっけ？チゲットだっけ？チゲットじゃないな。何やったっけ？坊ちゃん劇場はその多分無料で見れるってことはないんですよ。まあでもショールームでも別に、ショールームだったら無料で見れるとかではないんですけど、なんだっけ、チゲット、合ってた、そう、チゲットですね、坊ちゃん劇場は。本当にマジで気抜いたら歌いそうで怖いんだよね。息はね、全員あったから、確かに息も私は期待しております。この角度は溺れてる。ちょっと海坊主みたいなさ、感じだね。こうやってやると。眼鏡丸いからかな。 みんな海坊主ってわかる？妖怪なんですけど。結構海坊主のね、絵が怖いんですよね。もう私今ではだいぶ慣れたんですけど、水木しげる先生が描いた海坊主マジで怖くて、小さい頃。今ではだいぶ慣れましたね。これがお風呂に出てきたらどうしようって考えても、さすがに海坊主がお風呂に出てくるってことはマジでないんですけど。そう、鬼太郎出てきたかな、ロッキーで出たかも。あんまり覚えてないんだよね。私はもうただ単になんかその妖怪の、なんだっけ、なんか妖怪特集みたいな本で海坊主見たんですよ。いろんなメンバーに会えたよ。七瀬とセリカとミュウちゃんとひななさんと、リンリンとみ、あの福留とももちゃんとミッサーに会いました。
ジョン・マイ・ラブの歌を不意に歌ってしまうことありますか？毎日そうですね毎日不意に歌いますね。もう気がついたら歌ってるもん。でもただおとついに関してはもうあれはね、不意に歌ったも何もないからねもうガチで歌ってた。あれはマジであの時は本当いても立ってもいられなかったんだよね。そう、本当だ。ひななさんが私の写真あげてくれてる。すごい、めっちゃ似てる似てるじゃねえ似てるじゃないわ。夢の中にはまだてっちゃん出てこないね。出てきてくれたらいいんだけどな。お話からありがとう、ありがとうございました。さくらちゃんのめっちゃ可愛かったわ。マジであれは本当にあんなに聞こえてるとは思わなかったから、もうちょっとなんか気をつけますというか、まあホテルで歌うなっていう話なんですけど、でもちょっと言い訳をするとあの時は本当いても立ってもいられなかったっていうだけです。そう、明日からねまたお稽古なので頑張りますよ。そう、今日一日会えなかっただけですっごい寂しくなるよ、キャストさんに会えないのが。っていう話をリンさんにしました。長妻のリンさんにね。そう、例えばさ、この中で坊ちゃん劇場現場に見に行った方いらっしゃるのかちょっとわからないんですけど、漂流ライトって何本ぐらいみんな持ってる？私今まで見た中で最高が2本とかだったんだけど、3本持ちってちょっと大変かな。いやでも頑張ったらいける。でもさ、なんかサイリウムみたいにさ丸くないから難しいよね。そう、どうなんでしょう。早っ、待って、もう15分、早くない？びっくりなんだけど。2本の人はね見たことあるけどね、3本はまだそんな強者まだないよね。私がその3本をその3本の人になろうかしら。3本はだいぶきついな。はい、ということでね、じゃあちょっと今日は短くて申し訳ないんですけど、明日ちょっと早いので、早いというかちょっとね今日は早めに寝たい。ちょっと昨日ねあんま寝れなかったから今日はちょっと早めに寝たくて。そう、早くない？なんか今日時間経つのめっちゃ早いんやけど、まだなんか5分ぐらいしか経ってない気がする。余白、そう、横幅があるんだよね。そう、私も一応マイ漂流ライトあるんだけど、ちょっとデコレーションができずね。そうなんですよ。はい、ということでじゃあね、今日はここら辺で終わりますね。ギフト、セイヤンさんがこれなんだっけ、ブッシュドノエルみたいです。ハロニャンさんお疲れ、飯田ひろゆきさんがハート、はやちゃんさんありがとう、プレジョンさんが手袋、ハロニャンさんがクリスマスのクマさん、桃の天ぷらさんクリスマスのクマさん、はやちゃんさんが雪の結晶、玉国さんがハート、プレジョンさんがなんか金色のアヒルだね、あ、玉国さんハート100個、アンアッキーさんがブッシュドノエル、はやちゃんさんレインボースター、ハルニャンさんハート、キャトルさんハート、ありがとうございました。13位桃の天ぷらさん、12位 TKHKG さん、11位ロミツさん、10位カラスのカーコさん、9
9位ともさん、8位飯田博之さん、7位アルビンズランクさん、6位セイヤーさん、5位夏目さん、4位アーキーさん、3位玉国さん、2位プレジョンさん、1位がはやちゃんさんでした。おう危ない、最後の最後へ落ちるとこだったわ、危ないわね。はい、ということで喉を休めますね。今日はめっちゃテンション上がってね、たくさん喋ったんで喉を休めます。はい、ということでまた明日、ありがとうございました。おやすみ、明日から平日か、わお頑張ろうね、おやすみ。